皆さんこんにちは、刺繍画家の草野由紀です。突然なんですけれども、私赤ちゃんを授かりまして、この動画をアップするのはいつにするかまだちょっと決めてないんですけれども、今日は2022年の6月の下旬頃で、今妊娠7ヶ月に入ったところです。お腹の大きさはこのくらいまで大きくなりました。ちょっとわかりづらいかもしれないんですけど、元気にすくすく育ってくれています。いつか赤ちゃんができたら刺繍でいろんなものを作ってあげたいなって思っていたので、今回初めてベビーシューズに挑戦してみました。虎年生まれなので虎の刺繍を入れてみました。今日の動画はこのベビーシューズを作っていく様子をまとめていますので、よかったらぜひ楽しんでご覧ください。それではスタート。